アンマリー・スローターは、アメリカ合衆国の国際法学者、国際政治学者、プリンストン大学教授、米国人の父とベルギー人の母のもと、バージニア州シャーロッツビルで育つ。1980年に、プリンストン大学卒業後、1982年に、オックスフォード大学で修士号、1985年に、ハーバード大学法科大学院で、ホーム博士号。 1992年に、オックスフォード大学で博士号をそれぞれ取得。シカゴ大学ロースクール助教授、教授、ハーバード大学ケネディスクール教授などを経て、2002年から、プリンストン大学教授。その後、2002年から2009年まで、女性初のプリンストン大学、ウッドロー・ウィルソン公共政策大学委員長、2009年1月から2011年2月まで、 アメリカ国務省政策企画本部長を務めた。また、2002年から2004年までは、アメリカ国際法学会会長を歴任。2012年、米国の月刊誌、アトランティックに、女性は仕事と家庭を両立できないという文章を寄稿し、大きな論争を引き起こした。この記事をもとに3年余りをかけて、アンフィニッシュとビジネスという一冊の本を書き下ろした。 同書の翻訳版は、仕事と家庭は両立できない、女性が輝く社会の嘘と本当のタイトルで、篠田真希子解説、赤火は役にて、2017年、NTT 出版より刊行されている。夫は、アンドリュー・モラフチークであり、二人の子供がいる。ありがとうございます。